ちょっと遠っと思って、なんであんな遠いんですか。まあ今日あの体育の日ってことでね、はい、あのこういうふうなのやりたいちょっと体操になってもらってなる必要あります。うん、そういうことですっけ体育の日で、ちょっとまあ体育にちなんで、はい、ちょっと身体測定していきたいなとちょっと思います。なんでですか。もっとやることあるんじゃないですか。なんか普通にどうしました。何を測ってるんですか。身体測定って体の能力測るやつで、その体の大きさとか測りませんよ多分。あ、違う、はい、あ、そうなの、はい、分かんなかった。やめてください。あとどこ測ってんですか本当に。まあまあいいんですきっと。よくないです私は。あの一応そのなんていうのかな、マリアちゃんも、うん、まあこういうふうにあの今あの何歳だっけ。26とかですよ。まあ、あの26歳ね。はい、なりまして。掘り起こさせないでください体操着を、うん、中学の頃ので26歳にもかかわらずね、はい、こういうふうに体操着を置きまして、着させられたんですよ。別に自分の意思で着てないですから私。でまあねこういうふうに体をさ、はい、こう育んできてるわけじゃないですか。気持ち悪い言い方しないでください26年間、うん、やめてください。一日一日ね、うん、ご飯を食べて、うんうん、食べてですね、こう吸収してね。まあはい、そういうふうに意識せずやってますけど、それは体で体をねこういうふうに、うん、育んできてる。気持ち悪いんですけど育む。小学校の卒業式とかでしか聞かないワードなんですけど。ちょっとせっかくねここまで育んだ体、いいですかそれ、測定していった方が、はい、節目ですから、気持ち悪いなんか、ね、はい、そういうふうに測定していった方がいいかなとちょっと思ったんで。聞けば聞くほどなんか測定するモチベーション下がるんですけど。ちょっと今日は身体測定ということで。気持ち悪い本当に、はい、こういうふうにね、ちょっと、でその何なんですかそれ。あ、ちょっとメジャーの、メジャーの確認。メジャーもかわいそうですよ、こんなところの距離測られて、うん、ここはどうか見てください。何なんですかまあちょっと今日はね、そんなデートをしていきたいなとちょっと思います。デートなんですか、意味わかんないですけど。ね。